こんにちは、花屋良馬さん。まあ、人生は平らではない。人生のゴールに向かうには平らではない。これはね、まあ、確かにそうとも言えるんですが、私はもっとね、別の角度で考えていて、その、人生、ゴールに向かうために、五体満足を期待するなってことなんですよね。平らどころか、人生って戦場なんですよ。戦場ってのはどういうことかっていうと、いろんな要素があるんですけども、なんかね、そうですね。まず最初に表現としてはね、人生ってのは戦場であり、その戦場を裸で駆け抜けるようなもんなんですよ。だからそのぐらいに思わないと、まだ足りないんじゃないかなと思いますね。戦場を裸で走り抜ける。ね。そしてゴールに向かうってことだと思います。だから平らであるどころか、至るところにね、地雷が仕掛けられたりとかね、それから敵兵が出てきたりとか、デマがあったりとか、裏切りがあったり、罠が仕掛けられていたり、あと空爆があるかもしれませんし、細菌兵器がさーっとやってくるかもしれないんですよ。そういうふうに、匂いもしないし、味もしないし、見えもしないし、聞こえもしないようなものが、いろんなところに張り巡らされていて、それでいて、休憩するような場所はほとんどないです。で、裸で走り抜ける。無防備で。それが人生なんで、途中で、片手や片足を失ってしまうかもしれないし、命ある限り、這いながらでも、這いつくばってでも、進まなければならないことがあると思います。そのぐらい思っててちょうどいいんじゃないですかね。やっぱね、私から、こう、他の人を見ることはないんですけども、まあ、危機感がないって言ったらね、本当は甘い言葉になっちゃうんですけども、まあ、何やってんだみたいなね、チャラチャラ遊んでんじゃねえよみたいな感じになっちゃうんですよ。だからあんまり人のことはあんまり見ないようにしてます。いや、そんな生き方でいいんだったら、みんなゴールたどり着いちゃうよみたいな。それこそゴールにたどり着くまでに片手や片足を失ったりとかね、ひょっとしたら命そのものを失うかもしれませんし、いや、それだけの価値があると思わないかなと思うんですよ。自分の人生なのに、自分の人生を生きるのに五体満足で安全にねとかね、休憩もせずに、なんだろうね、いろいろ守られながらたどり着けると思っちゃってるのは、またちょっとこう、お母さんのそばにいるっていう感覚なのかなと思うんですよ。何か危ないことがあったら、お母さんが守ってくれる。何か言い訳をしたら、許してもらえるとかね。で、後回しにしても、誰かが何とかしてくれるみたいなところがあってね。いや、今日の締め切りは今日中に示さないといけないし、今日の活動は1週間前を前倒しにするぐらいのね、そのぐらいの勢いやがめつさがないと、どこかで自分の、体や意欲は衰えていきますからね。その時に、よし、本番だ、大器晩成だってもう遅いわけなんですよ。でそういう意味で言うと、いや、みんなで命がけで本気で生きれば、もっといい世の中作れるのになぁと。せいぜい自分の二歩先、三歩先ぐらいしか見てないんだろうなぁと。もっと言ったら、まあ、何も見てないんだろうなぁと。いうふうに思うぐらいなんですよね。まあ、厳しく言えばですよ。でも、まあ、そこそこの人生を望むんだったら、目標も立てずに、着実に進むこともなく、ああ、よかったよかった、成功だ、でもいいと思うんですよ。それもまたね、幸せな生き方だと思うんですよね。で、私はそれを否定して、自分ってものをどこまで使えるかな、とかね。この戦場を裸で走り抜けるという、この行為に、どれだけね、勝ち残っていけるかな。特に私は背中に家族を支えてますんで、その家族は無傷で、いる状態でね。で、私自身もできれば無傷でこのまま進みたいなと思いますんで、まあ360度隙がない状態で進んでいこうかと思いますし、どんなね、手痛い仕打ちを受けても、ひどい扱いを受けても、もうかすり傷というかね、かゆいなと思えるぐらいの精神力、いわゆる努力と根性、これが必須だと思いますし、私にはもともとそれが備わっていたんで、ついてるなと思うんですよ。まあですね、甘えたいやつはどんどん甘えればいいし、おんぶに抱っこしてほしいって言うんだったら、おんぶに抱っこを差し上げたいしね。ただ今私家族がいるんで、家族以外に、おんぶに抱っこさせる余裕はなくなったということでもありますしね。代わりに傷ついてあげるぐらいの余裕もこれからなくなってくるかなと思うんですね。だから、自分の身は自分で守れっていうところまでは言わないですけども、まあでもね、どうやって生き抜いていくかぐらいのことは、惜しげもなく伝えていけると思いますので、あとそれをね、実践一人一人がしてくださることだと思うんですよ。で、私は人の代わりに何かをやって成果物だけは入って渡すってことはもうしなくなりましたけども、
でもそれがまあ当たり前なんじゃないかなと思うんですよ。いやもうこれができるんだったら今日で人生が終わってもいいと思えるぐらいの毎日を送る、それだけの価値が自分の人生にあると思うんですよね。で戦場を裸で走り抜ける、たどり着くところがあるんだったら、まさにね、銃弾の飛び交う中、地雷があるかもしれないけども、それを避けながら、ある意味広範囲の空爆がいつ来るか分からない状態でも向かってみる価値はあると思うんですよね。だって自分の人生ですから、自分の人生、自分の唯一のゴールに向かっていくのに、他の細かい理屈なんてのはどうってことないんじゃないかなと思うんですよ。まああっという間にね、時間は流れて何もかもが過去になります。ですんで迷ってることはないかなと思いますよね。まあ私の今回お知らせしたいマインドセットは、人生とは戦場である、その戦場を裸で走り抜けるようなものであるということですね。いってらっしゃい。